矢野菊子は、日本の経営者、東京都出身、株式会社カフェグローブ .com、代表取締役社長。1984年に、立教女学院短期大学専攻科卒業後、1985年に、株式会社、日経 BP に入社する。その後、1985年に、退社後フリーライターとして活躍後、1991年に、 次第医学部に合格するが、進学は断念。1993年に結婚し、1998年に離婚。1999年には、株式会社 TBS ブリタニカに入社後、退職し、1999年11月に、青木陽子、南ゆかりの3名で、カフェグローブ .com を設立し、代表取締役に就任した。 1999年12月には、ウェブサイトの cafeglobe.com を開設。2003年の41歳の時に結婚し、2007年の44歳で出産している。2002年には、日本の力協会マーケティング総合会議企画委員に就任し、2004年にはデジタルハリウッド大学院客員教授職を務めている。 2012年7月23日にカフェグローブ .com は東京地裁へ準自己破産を申請し8月10日に破産手続き開始決定を受けた女性をターゲットとしたファッションビューティーサイト cafeglobe.com を運営するほか法人向けウェブソリューション事業広告宣伝事業を手掛け2006年12月期には 約7億200万円の売り上げがあったが、広告収入の伸び悩みなどから業績が低迷。このため商品構成の見直しや従業員の削減などを図っていたが、東日本大震災の影響などから2011年12月期の売り上げは約3億5500万円に落ち込んでいたほか、元従業員による横領もあったという。負債総額は約1億800万円。 ありがとうございます。